東京大学生産技術研究所は1957年から始まる国際地球観測年に使用する観測ロケットの実験に着手しました。科学技術の総合的成果ともされる観測用ロケットの研究は、長さわずか230ミリ、重さ約200グラムのペンシルと呼ばれる超小型ロケットで始められました。宇宙開発発祥の地ですから、このようなイベントに参加させていただいて本当に光栄です。僕は来年から中学生ですが、その頃から宇宙飛行士を目指されてましたか？私はやっぱりですね、小学校の4年生か3年生ぐらいの時に星に興味を持って、その頃から天文学者か、もしくは宇宙飛行士になりたいと思ってました。